お。俺は鋼塚というものだ。かまど炭治郎の刀を打ち持参した。あ、かまど炭治郎は俺です。中へどうぞ。この中に日輪刀が入っている。俺が打った刀だ。あの、お茶入れますから中へ。日輪刀の原料は太陽に一番近い山で取れる。正常飛砂鉄と正常飛鉱石。あの、どうぞ中へ。それで日の光を吸収する鉄ができる。そうですか。じゃあ家の中へ。陽光山は一日中日が差している山だからな。曇らないし雨も降らない。雨が降らないってことは、それだけ不純物のない日が集まるってことだ。え、ひょっとこ？反応なし？相変わらず人の話を聞かん男だな。よくよく見るとお前、格尺の子じゃねえか。こりゃ縁起がいいな。いや、俺は炭十郎と喜恵の息子です。そういう意味じゃねえ。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。ひし事をする家はそういう子が生まれると縁起がいいって喜ぶんだぜ。そうなんですか。知りませんでした。こりゃ刀も赤くなるかもしれんぞ。なあ、鱗滝。ああ。さあさあ、抜いてみな。日輪刀は別名、色変わりの刀といってな、持ち主によって色が変わるのよ。黒いな。え、黒いとなんか良くないんですか？不吉ですか？いや、そういうわけではないが、あまり見ないな、漆黒は。俺は鮮やかな赤い刀身が見れると思ったのに。いたたたた、危ない。落ち着いてください。何歳ですか？37だ。なんでだよ。落ち着いてください。お、かまど炭治郎、指令を伝える。北西の町へ向かえ。喋ってる。鬼狩りとしての最初の仕事である。心してかかれ。え、今仕事って？北西の町では少女が消えている。まいよ、少女が消えている。支給された鬼殺隊の大福、体によくなじむ。よし。
この大福は特別な繊維でできている。通気性は良いが濡れにくく燃えにくい。雑魚鬼の爪や牙ではこの大福を裂くことすらできない。それは？鬼となったものは日の光に当たると消滅する。しかしこれからお前と禰豆子は共に行動する。ならば昼間のうちに妹を背負う箱が必要だろう。そこで非常に軽い霧雲杉という木でこれを作っておいた。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。多少の衝撃にも耐えられるはずだ。はあ、ありがとうございます。それと炭治郎。はい。お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある。鬼にはいくつか種類がある。血鬼術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。今後はそのような鬼とも戦うことになるだろう。その者たちとの戦いはこれまで以上に困難を極める。だが鬼を倒したどっていけばいずれ禰豆子を鬼に変えた元凶に届くやもしれん。人間を鬼に変えられる血を持つ鬼はこの世にただ一体のみ。今から千年以上前、一番初めに鬼となった者、つまりそれがお前の家族の仇だ。さらにそいつならば妹を人間に戻す方法を知っているとわしは思っている。その鬼の名は鬼舞辻無惨。鬼舞辻無惨。人を鬼に変えられる唯一の鬼ということは、禰豆子を鬼にしたのも。そうだ。鬼となった者は誰かれ構わず人を襲い、そして食らう。それが親であろうと兄弟であろうと関係ない。理性では衝動を抑えられない。それが鬼という存在。そう思っていた。禰豆子を知るまでは。禰豆子は鬼だ。それは間違いない。しかしこれまで一人として人を食ってはいない。禰豆子は弟を守るように倒れていました。誰も食べていません。わしはこれまで多くの鬼を見てきたが、そんな事例は一度として聞いたことがない。ではどうやって禰豆子はこの状態を保っているか。これは憶測だが、禰豆子は人の血肉を食らう代わりに眠ることで体力を回復しているのかもしれない。眠ることで体力を回復。さっきも言ったが、これはわしの憶測だ。外れているかもしれん。禰豆子と共にいるのはお前だけだ。妹の観察は怠るな。いいな。最後にもう一つ、気休めにしかならんかもしれんが、禰豆子が眠っている間にわしは暗示をかけた。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。鬼は敵だ。人を傷つける鬼を許すな。とな。炭治郎、お前が妹を守りたいという気持ちはよくわかる。だが、禰豆子は今、鬼だ。つまり、必ずしもお前が守ってやらねばならぬほど
弱いわけではない。何にせよこれから任務が始まる。本当の意味で鬼との戦いだ。無事に二人で戻ってこい。お前なら大丈夫だ。はい。ここか。特におかしな様子はないけど、でもかすかに嫌な匂いがする。調べてみよう。これは。あの。ありがとうな。え？お。うん。お。ほら、もう。あの、もう。あのね。あのさ。ほら、かずみさんよ。かわいそうにやつれて。一緒にいた時にさとこちゃんがさらわれたから。さらわれただって。さっきの人、事件の関係者なんだ。かずみさん、ちょっとお話を聞きたいのですが、いいですか？ここで里子さんは消えたんだ。信じてもらえないかもしれないが。信じます、信じますよ。信じる。かすかに鬼の匂いが残ってるけど、まだらというか変な感じだ。この子は一体何なんだ。この町に鬼がいるのは間違いないけど、まだ情報が足りない。日の入りまで残された時間は少ない。夜になるまでにできるだけ鬼の情報を集めて居場所を探らないと。あの。あ、
この程度の隙間なら進めるな。よし。上に移動してみるかな。この先は鬼の匂いが弱い。戻ろう。あのね。
しまった。夜になってしまった。鬼の匂いはするけど、まばらだ。他の匂いに混ざって、やっぱり嫌な匂いがする。きっとそれが女性をさらっている鬼に違いない。これまでの情報を整理しろ、炭治郎。そして集中するんだ。匂いの跡をたどればきっと見つかる。あの、急げ。慌てず落ち着いて急げ。匂いをたどるには上に登る必要があるな。下に行けそうだ。よし。あの、うん、うん、あの、はあ、集中しろ。匂いを見失うな。あの、なん、ね、はあ、以上は進めないな。他の道を探さないと。匂いをたどるには上に登る必要があるな。ここから上に行けそうだな。ここから下に移動できそうだ。わかったわ。ふう。
に行けそうだ。この程度の隙間なら進めるな。この先だ。準備はできているな、炭治郎。行くぞ。間違いない。ここだ。今ここにいる。どこにもいない。だけど、匂いが一番濃い場所。ここだ！はあ！そうか、この鬼は地中に潜ることができるのか。なんだあいつ。さらった女の人たちはどこにいる。さらった。じゃああいつが。この匂いは、やっぱりもう一人。壁からも。小僧、なぜ人間の分際で鬼を連れてる。禰豆子、やれるのか。三人とも全く同じ匂い。一人の鬼が三人に分裂してるんだ。貴様、邪魔をするな。女の鮮度が落ちるだろうが。もう今その女は16になっているんだよ。早く食わないと刻一刻で味が落ちるんだ。冷静になれ俺よ。まあいいさ、こんな夜があっても。この町では随分16の娘を食ったからな。どれも肉付きがよく美味だった。俺は満足だよ。俺は満足じゃないんだ。俺よ、まだ食いたいのだ。カズミさん、この人をお願いします。化け物、一昨晩さらった里子さんを返せ。里子、誰のことかね。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってるよ。それは里子さんの。お前が。許せない。
その女は俺のものだ。女を返せ。禰豆子、絶対に無理はするな。危なくなったら引くんだぞ。たかが人間ごとしが俺に勝てると思うなよ。邪魔なのだ。すぐにぐちゃぐちゃにしてやる。レッツッヘイヤ、水ゼリーだ。人間のくせにそこそこ強い。3人を相手に戦えてる。よし、このまま一気に決める。お前たちか。腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。一体どれだけの人を食べた。女どもはな、あれ以上に触れると醜くまずくなるんだよ。だから食ってやったんだ。俺たちに感謝しろ。もういい。3人の連携が取れている。後手に回ってはダメだ。先を読め。次に何をしてくるか予測しろ。そして反応しろ。他の二人は下。俺を引きずり込むつもりだ。禰豆子、俺は下に行く。二人を守ってくれ。守る、無理に決まっているだろう。女は俺のものだ。人間についている。人間は弱く情けない。俺たちの餌、ただそれだけの存在だぞ。もう分からんやつだ。どうか邪魔をするな。でもこの強さ、この女はおそらく分けられた血の量が多いんだ。その面に刀開けてやるわ。ねじれ渦。妹に触るな。
物事無惨について知っていることを話してもらう。言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えないんだよ。この状態は何をするか分からない。危険だ。早く奴の首を切る。やめろ。何を言ってんだろうな。邪魔をするな。油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。ああ、何も聞き出せなかった。寝てる。傷を回復するための眠りか。ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。かずみさん、大丈夫ですか？婚約者を失って大丈夫だと思うか？かずみさん、失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。お前に何がわかるんだ！お前みたいな塊！俺はもう行きます。これを。この中に聡子さんの持ち物があるといいのですが。君も同じだったのか。
を言った。どうか許してくれ。すまなかった。痛ましい点、固く鍛え抜かれ分厚い少年の手ではなかった。和美さんは本当なら何事もなく幸せに生活できるはずだった。でもそれは一瞬で壊された。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し痛めつけ苦しめた鬼舞辻無惨、俺はお前を絶対に許さない。絶対に。仕事だ。Yeah!